はい、長距離川風の日輪となしやっていきたいと思います。キャラはもちろんこいつらガウェインでやっていきたいと思います。ってことでね、1手目でまずこのガイアを1体倒せるか倒せないか、これでだいぶ変わってくる。うわぁ、その向きに貼られた。その向きに貼られたは結構厳しいでやんす。オッケー。あ、これでだいぶでかいね、今。で、倒していく。完璧。で、あとは弱点を引く運だけ必要なのは。いや、これ微妙。ほら、あのね、微妙ない。下がいいな。下来て。下ない、もしかしてこれ、弱点。で、一回向いてこんだ。あ、下向いてこんだろ。じゃあもうちょっとずつ削っていくしかないよね。めちゃくちゃ痛いけど。これちょっと、おとなしくしとこう。で、上来るの待て。上来ると。上でやんすよ。オッケー。弱点来たらもうすげえ強い。なんて言っても弱点嫌いでなんでね。それだけ。うわ、これは、残念ながら、入れないんで、ちょっと行くわ。ああ。ちょっと待ってよ。よし。強い。ガイドも強いよね。ガイドってのも強い、ほんと。ならないなら、殺す。これは、圧倒的無理なんで、ガイアを倒したいね、とりあえず。ガイアを倒したいんで、少し削っとこう。SS 使いながら。一発で倒せない。どうせ。たたたたたた。オッケー。飛ばしていくか。次もはまれるんで、これだけ耐えたら大丈夫。やっさい。ヒュー。もうね、弱点運だけね。弱点運だけ。とにかく。あと一息なったやん。これ、配置悪いな。配置悪い。やれる気がせんな。こうは、無理やろな。あ、いけたわ。楽勝だ。楽勝だぜ。強すぎ、ガウェイン。圧倒的破壊力。